特別招待作品オープニング上映になります。男はつらいよ、おかえりそらさん、ということで本日たくさんの皆様にお越しいただいております。ご紹介してまいります。山田洋次監督、倍賞千恵子さん、前田銀さん、吉岡秀隆さん、後藤久美子さん、夏木真理さん、そして浅岡瑠璃子さんです。よろしくお願いいたします。それでは山田洋次監督、そして倍賞千恵子さんから一言ずつ代表してメッセージをお願いできますでしょうか。久しぶりに僕は東京国際映画祭に参加しました。多分15年ぶりじゃないでしょうかね。オープニング上映に僕の作品が選ばれて大変光栄に思っています。ここにいらっしゃる皆さん、俳優さんたちと懸命に作り上げました。主役の渥美清さんが今ここにいないのがとても残念ですけれどもね。主役の渥美さんも一緒に僕はこの映画を作ったという思いがしております。それは多分いらっしゃる皆さんも同じことだと思います。今日は本当に大勢来てくださってありがとうございました。ありがとうございます。では倍賞さんお願いいたします。皆さんこんばんは、倍賞千恵子です。千恵子さん、はい、どうもこんばんは。私は初めてこの東京映画祭に出席させていただいたんですけれども、入ってきながらどこの国かなと思いながら入ってまいりました。おかえり寅さん、50年ぶりに、50年前に撮影が始まって23年ぶりに50作目として、12月の27日に封切りされます。生前お兄ちゃんがよく言ってたんですけれども、俺は長い長い映画を撮り続けてるような気がするって言ってました。でも私も本当にそう思いました。50年かけてこの男はつらいを、ずっ と撮り続けてやっとこの映画クランクアップしたなって思っています。途中私は何度もいつか死んじゃうんじゃないかなと思いながら、自分でも心配しながら青い吐息でこの映画一生懸命、作りました。どうぞ皆さん映画館に足を運んで見ていただけたらなと思っております。今日はどうもありがとうございます。グリーニーマイシュコバイション。ありがとうございました。ヘラヘラのヘラヘラして
こういうと思うんですけど、いや、でも本当に今回で言うと僕らの楽しかった日々が形になって、大きな映画祭に選んでいただけるっていうのは、それだけで夢のような出来事Thank you.
Borderless TV.